はい、どうも皆さん、こんにちは。きょうきょうです。今回ですね、えー、チャレンジ達成項目、チャレンジコンプリートのですね、えー、説明ですね。ね説明というか、た、えー、っとですね、見てください。スケット参上というね、えー、まあ、その、達成項目があるんですけど、シラン、クランの城の容量2 5万0千人分の援軍を送ると、まさかのまさか、エメラルドが200個もらえるんですね。もうこれは、やらない手はないですよね。 まあ私ちょっと今6582で全然達成できてないですけども、これね、実際すぐ貯めることができるんです。ああ、ちょっと鳥が。その理由としては、まずね、クランの,あの助っ人参上をやるにあたって、レイン軍は限られてますよね。ジャイアントですね、おそらく。えー、っと、ジャイアントは、えっとですね、ジャイアントは2分で生産することができますよね。 はい。2分で生産できる上に、ええー、まあ、その、レベルの上げ方についての動画で説明したんですけども、あの、こうやったときに、送るときにですね、2分で生産できるのに、5人分、ジャイアントは5人分送ることができるんですよ。1体送ると5人分という計算になるので、もう一瞬で上がりますよね。もう超一瞬で上がります。なので、簡単なんですよ。しかもですよ、これ本当に邪道ではあるんですけども、私そんなことはしてないんですけども、 クランをですね、脱退しまして、数あるクランに入っては、おすすめはしません。超邪道なやり方としては、あの、クラン脱退して、なんかそこら辺の野良クランに入って、今ある、この、今ある、その、援軍要請のところにジャイアントぶち込んで、抜けるっていう迷惑な人も、まあ、たまにいますけどね。まあ、そういうのも、まあ、 なしですけど、まあ、いますよという、そういう人もいます。まあ、本当やられると結構、ね、ジャイアントね、援軍とかいらないんで、ガチ。まあ、そういう話でした。まあ、<laughs> 200個ね、まあ、200個はもう本当無課金というか、ね、もう、とか課金というかね、無課金でも課金してる人でも、250ってのは相当でかいと思うので、ぜひ、もう、ジャイアントを送るっていうのが結構近道かなと思います。 ということで、えー、っとですね、250個エ r と無課金にはすごい優しい話でした。ありがとうございました <laughs>